小ラボです。このコーナーでは三重大学大学院生物資源学研究科の先生方に気象学などについて分かりやすく教えてもらいます。今回は立花さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて立花さん、今日の本題に入っていく前にですね、はい、春の進み具合がだいぶ早い気がするんですけれども、はいですね、もうね桜が散っているところもあったりして、はいはい、あと黄砂もね飛んできているというような状況ですもん ね、まあ、まずそれから見てみましょうかね、はい、黄砂の影響ね。この雲ありますけれどもね、この雲の下の方にこの色がちょっとついてますね。これは黄砂なんですね。そうですね。これが先週あの日本列島を覆って非常に視界が悪かったですね。この黄色くなっているところが、はい、実は全て黄砂なんだと、非常に大規模な黄砂が出ましたねいうことなんですよね。じゃあどこに来たかをもうちょっと詳しく見てみましょうかね。はい、はい、これですね。これ気象庁の画像ですけれども、ご覧のように中国大陸からブワーッとこう関東付近に乗ってほとんど日本全域に黄砂が来たと。これかなり大規模ですねこれね、こういうのはもう偏西風にとって飛んでくると、ですね。なるほどね、はい、これだけでも飛んでくると本当大変ですよね。そうですね、大変なんですけども、まあ、あのあこれですね、これ非常に見にくくなってますけども、これ黄砂の影響ですけども、はい、まあ、大変な分もありますけども、実は黄砂っていうのはいい点もあるんですよ。お、何かいい点、いい点もあるんですよ。それは黄砂には微生物が含まれていたり、あの栄養塩が、栄養物が含まれてるんですよ。これが海の上に降ると、これによってあの海は魚が食べてくれますから、プランクトンが食べてくれますから、日本の周りの、 あのお魚がたくさんいるのは黄砂の影響もあるんですね。あれ、そうすると漁獲量にもこう影響があったりしてっていうことなんですか。はい、はあ、大変なところだけじゃなくて、いいところもある黄砂。気象現象のいい点悪い点両方あるというのもなんですね。なるほどね、はい、それと立花さん、もう一つ伺っていきたいところがあって、はい、昨年の12月の放送で立花さんにこの冬の予想をしていただきました。これテレビをご覧の皆さんもご存じかと思うんですけれども、はい、宮城さん、どんな予想でしたっけ。はい、寒い冬になる可能性が高いということでしたよね。はい、そうです。そうなんです、はい、立花さん覚えていらっしゃいますか。覚えてます、もちろん覚えてますよ、ね、そうですよね。あの実は三重ライブスタッフ陣の会議によって、これあの審議案件に、なったということを私先ほどはちょっと報告いただきまして、あの年末年始すごく寒かったと思うんですよ。あ、そうですね、はい、ただその後、はい、一気にこう暖かくなっていくような、そんな印象だったと思うんですけれども、立花さん振り返ってどう感じですか。まあ、あの前半寒かったですね。で、あの災害もありましたし、気象災害もありましたね、はい、雪害もありましたし、はい、ご覧のように大雪も降りました。そうでした、はい、非常に寒かったですね。そうですよね、はいはい、ただこの後なんですよ、はい、ですからここまでは立花さんの予想は当たってたんです。しかしご覧のように3月になって、なんと桜がもう開花し始めた。そうですね、はい、そして今ではもう散り始めている。そうですね、という状況になっています、はい、じゃあそれをちょっとグラフを見てですね、はい、見てみましょうかね、うん、はい、これがあのグラフです。12月から3月までの気温の様子です。ご覧のようにさっきおっしゃったように前半はこう青いところが多いので寒かったんです、はい、それが後半一転して暖冬になったと。だから半分は当たってたと。そうですね、半分は当たってました。だってすごく寒かったですもん、年末年始、ね、そうです ね、 ね、で下のグラフ見ましょうか。これがですね、我々が計算している北極振動指数といって、北極振動指数がマイナスに対応して寒い、それが冬の後半からプラスになって暖冬だと。ですからちょっと北極振動ってのはどんなのかというのをちょっと見てみましょうかね、はいはい、これなんですが、冬の前半は北極を中心に低気圧、日本は高気圧になったので、これがマイナスで、あの北半球の中緯度は寒かったんです。ところが冬の後半になると、こちらのようになってしまいまして、コロッと変わったんですね。急激に変わってしまったんです。おー。ですから、立花さん、その急激な変化までは予想できなくて、こういうことになったと。はいはい、まあ、いうことなんですね。あの急激な変化、これはまだ2回目なんで、まあ、これから我々も研究したいからですね。立花さん、でも今こうやって暖かくなっているということは、これからやっぱりちょっと穏やかになっていく感じですかね。そう思うでしょ。ところがですね、はい、あの冬から春にかけてっていうのは、冬の寒さと
夏の暑さの狭間なんで、はい、たまにはですね低気圧が非常に発達して危険なことが起きるんですよ。あれということはこれから荒れてくる可能性があるかもしれません。これを我々ですね急に発達する低気圧のことを爆弾低気圧と呼んでるんですよね。おう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 、爆弾のように急にブーンと発達するんですよ、うん、これ危険なんですよ、危険、はい、それを今日は詳しく説明していこうと思います。わかりました、はい、数年前にですね非常に激しい低気圧ができた発生しました。見てみましょうかね。あ、こちら青山高原の風車が覚えてますか。落下した時間覚えてます。私あの現場にも行きました、はい、この時には急激に低気圧が発達して、そして爆弾低気圧が発達してすごい強風が吹いたんですね。お、あ、ですからこの事故もその爆弾低気圧の影響だった。影響もあったかもしれません。それを詳しく見ていきましょうか、うん、これは天気図です。こういうの天気図です。ここに低気圧があるでしょ。これ北海道中心にこれものすごい低気圧です、うん、サイズが台風の10倍ぐらいあるんですよ。非常に大きな低気圧、これぐる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 回ってる超強風です。本を囲んでるような状況ですよね。台風よりもっと危険ですよ。で、あの南のこの暖気、北の寒気がせめぎ合ってるんですね、うん、まさに戦争のような感じですね。気象の戦争ですね。じゃあこれが2日前はどうだったか見てみましょうかね。2日前から2日前は見てみましょう。これ弱い低気圧です。それが1日前発達しました。そして次の日バーンと発達する。急激に発達します。急なんですね、こんなにね。だから危険なんですよ。あの予期せぬぐらい発達しますから。でこういう低気圧がどうして発達するかっていうと、北の寒気と南の寒気がせめぎ合っててぐわーっと回るので、北の寒気っていうのは重たいです。重たい寒気が下に下がります。下に下がると、まあ、ニュートンのリンゴじゃないけど、リンゴが落ちるとスピード増しますね。そのスピードが増した空気がぐるぐるぐるっと回って暖気が北に行って暖気が下がる。つまり低気圧の中心を境に暖気と寒気が強い時に発達するんですね。じゃあですね、どこで起きやすいか見てみましょうかね。どこで起きやすいか、はい、これです。これ見にくいんですけども、まあ、北極がここで、日本ここで、こっちにアメリカがあります。京都大学の吉田先生の研究なんですが、どこで余計起きやすいかと見たら、日本付近とアメリカに限るんですよ。爆弾低気圧が起きやすい場所って。へー、もうここの2つなんですか。2つしかないんですよ。じゃあどうしてかっていうと、ここは海ですよね、はい、ここも海ですよね。海が効いてるんですよ。それはどういうことですか。じゃあ次見てみましょうかね。これはさっきのこっちの図はさっきの天気図に海面水温を重ね合わせました。色は海面水温、暖かいんです。これ黒潮が流れてます。黒潮で、黒潮のあるところをこっち見てみましょうか。これは平年から水温がどれぐらい高いかって、高いです。つまり暖かい黒潮から水蒸気が注入されて、エネルギーが注入されて爆弾低気圧がより発達したと。海が大事なんです。ですからこの海の温度が上がっていくとこういう状況になる可能性がある。ですからあの地球温暖化とかもちょっとかかってくるわけですか。そうです。ですから地球温暖化が強まるとより爆弾低気圧が強くなるかもしれませんね。危険ですね。じゃあ実際この時 の黒潮を見てみましょうかね。黒潮の様子をね、はい、これです。あの年はですね、黒潮が、暖かい黒潮が日本のすぐそばにいたんです。だこれがだからその原因かもしれません。今年はどうかというと、黒潮が大きく蛇行しているので、ここは冷たいんですね、はい、今のところね、はい、ですから黒潮がどう動くかっていうのも大事なんですね。はかなりいろんな要素が絡み合って発生しているっていうことがよくわかりますね。じゃあもう一個いきましょうかね、ええ、もう一個大事なのは地形なんですよ、はい、これ三重県の付近の地形です。津があって伊賀があって、ここが青山公園ですね。南北に山脈があります。これが大事なんですね。で我々このあの現象の数年前にですね、ここで気球を上げたんですよ。これ、ね、気球を上げてこの辺の風を調べました。この山がどう影響しているかを調べました。それを見てみましょうかね。これ天気図、これです。そっくりでしょ、さっきのやつと、うん、で天気図そっくりです。でこう回っての北西風が吹きます。こういう時にあのどんな風が吹いたかと調べたのをちょっと次の図で見てみましょうかね。これは断面図なんですね。これ伊賀青山高原大学であって、こういう断面図で、ここを切った図です。上空です、山です。これ風が強いとこ赤く書いてます。そうすると
伊賀は弱いんですが、青山高原からの下流は非常に風が強いと。つまり山を越えた空気がドーンと降りてくる。これを我々は下ろし風、あるいは英語で言うとハイドロリックジャンプって言うんですが、これが起こったということなんですね。ですから地形と海と気象、これが関わって起こったと。ことは分かる。それはもう当時のあの事故が発生した時の発達低気圧、爆弾低気圧もそうだったそうだと思います。ということなんです。ですからこの爆弾低気圧についても宮城さん、今後私たちでちょっと気をつけて見ていくようにしなければならないということですよね。そうですね。この日本上空に爆弾低気圧が発達したってなった時はどういうことに気をつけたらいいんですか。まずも爆弾低気圧が起きるかどうかは天気予報を見れば分かります。ですから天気図ですね、それはもう見えてるのですね、天気を見ていただくと。かつ大事なのは地形です。三重県に北西風が吹くようなコースを爆弾低気圧が通るかどうかを詳しく田森さんの天気予報で見てもらうと。もう一点は、黒潮です、海流です。これがどうなってるかと、これ3つを見ていただくことによって我々の三重県の、安全が分かるということですね。なるほど。今日は爆弾低気圧について解説いただきました。立花さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、気象ラボのコーナーでした。